輸入小麦の政府売り渡し価格について質問します。今年4月期の価格について、本日、野村大臣が朝の会見で、明らかにしたというふうにお伺いしました。資料をお配りしています。これはちょっと大臣の会見の前に作られた資料なんですけども、高騰が続く輸入小麦の政府売り渡し価格を、政府は昨年10月期に据え置きました。今度は4月期では据え置かなければならない上昇する価格の上昇幅を抑制するとしています。これによってですね、大臣、売り渡し価格の4月期はプラスで 5.8% ということですか。トン当たり76,750円というふうに伺っていますけれども、そうなのでしょうか。で、そうなればですね、10月期の価格をこれ据え置くでもなく引き上げとなってしまいます。これでは高騰対策としては効果をなさないのではないでしょうか。いかがでしょうか。平方農産局長、お答えいたします。輸入小麦の令和5年4月期の政府売り渡し価格につきましては、価格の要件可能性、小麦の国産化、それから米粉への切り替え促進の方針に加えまして、総理からご指示のありました食料品価格上昇の影響からの激変緩和措置、これを総合的に判断した結果、ウクライナ侵略直後の急騰の影響を受けた期間を除く直近6ヶ月間の買い付け価格を反映した水準まで上昇幅を抑制することとし、本日大臣から公表した次第でございます。これによりまして、1年間の買い付け価格で算定した場合には、トン当たり8万2000トンで60円、前期比 13.1% となるところ、今回、加重平均で1トン当たり7万6750円、プラス 5.8% というふうになったところでございます。田村孝之君。いや、その説明はですね、農水省の説明になるんですけども、国民感覚から言ったらですね、とにかく値上げが続いているわけですよ。小麦と小麦製品、飲食店などでの値上げが現在も続いていると、この先どうなるのかと悲鳴が上がっているわけです。トン当たり4万円から5万円で推移してきたその売り渡し価格が今72,530円、さらに上げて76,570円にする、4,220円が引き上げられると。今でも国民宿泊なのに、これまた上がるとなると、さらに、物価の高騰を引き起こしてしまうのではないでしょうか。大臣、やはりここは大幅に引き下げることを求めたいと思いますが、いかがですか。野村農林水産大臣。お答えを申し上げますが、小麦の国産化や輸入小麦から米粉等への切り替えに、やはりこの引き下げが大きくなっていくと、支障が生じる恐れがあると、こういうふうにも思いますし、また一方では消費者の負担を踏まえて、総合的に判断した結果が、先ほど局長の方から申し上げましたような76,750円ということでございまして、我々もこのことについては大変どっちにするのか、 13.1% か、あるいはその 5.8% かというのは散々議論しました。ただ総理の方からは激変緩和をしなさいよと、こういうようなご指示があったもんですから、私どもは激変緩和ということで 5.8% 76,750円にしたわけでございまして、これからもどういったように小麦の相場が動いていくのか分かりませんが、いずれにしても今回は完全に据え置けということでは、なかなかまたこの財政的な問題もありますし、そしてなおかつこのいろんな他の食品との関連もあるものですから、このような結果にやらせていただきました。田村孝之君。これはまた後の委員会でも議論したいと思います。